こんばんは。ぬめりんが10時半をお知らせします。今日メイク、アイメイクをしてなかったので、アイメイクをしてます。特に理由はないです。これは最近買った藤子のシャークシャドウシュークシャドウ、これすごい可愛い形のシャドウなんですけど、なんか最近愛用中、結構色がつくのと結構キラキラするので使ってます。今日はすごいナチュラルメイクっていうかアイメイクなしでやってたんですけど、ショールームするとやっぱり何もしてないように見えちゃうから、1分前につけた時にあ、やっぱりアイメイクしようってなって、そうノーマイルのやつ、そうそうと思って、今からマスカラだけ塗ります。マキアージュのビューラーです。ビューラーマキアージュ私程度使ってたんですけど、今こっち使ってる。こだわり、ちょっとしたこだわりかな。ショールーム3日ぶりとかかな。お久しぶりです。毎日いろいろ頑張っておりました。広島に帰ってきました。明日も仕事頑張ってきます。でも明日はちゃんとショールームはできるのでご安心を。応援してます。ありがとうございます。皆さんも今日もお疲れ様でした。私もお疲れ様。タワーがすごい白。ゆうちゃん、アイリストさん、タワーありがとうございます。しょしょい、ありがとうございます。お城ありがとうございます。初めての在宅勤務。そうだよね。お家で頑張ってください。私も頑張ります。ゆめりと同い年の新入社員。そっか、もうこの春からじゃあ大学を卒業してお仕事なのかな。そっか、在宅。明日は早いの。割と最近にしては早いかもしれない。普段だったら全然まあ朝だなって感じだけど。最近にしてはちょっと早いですね。キアスっぽいイヤリング、そう、なんかね可愛くないですか、これ。風船で作ったトイプードルみたいな感じのやつのイヤリングです。ね、早く握手会ができるといいんだけどな。そうなんです、握手会がねできると。5月のやつもね延期になっちゃったし、家に会えてね、会いたいね。
ないね。まあでも今は我慢だね。お互いこう報告し合うことをたくさん貯めて大爆発させましょう。そう、私もあんこに会いたいけど我慢なので、うん、高校生になったから会いに行ける。嬉しいな。じゃあ会える日を楽しみにしてます。一緒に爆発し合うね。一緒に爆発し合いましょうね。毎日動画見てます。ありがとう。嬉しいな嬉しいな。そう、七並びしたいんだけどね。その端末でやっててできないんですよ。残念。残念。明日は何時から七並びしますか？でも朝の6時くらいからしてるかな、きっと。6時か7時くらいからしてます、七並び。最近七並びのアプリ言いました。今月はね、すごいチャンスだと思います、七並びするの。今月から2期生が入ってきたのと、あとは、まあね、こう、お仕事がなくなったり、お家にいるメンバーが多いので、きっとみんな七並びしてたりするんじゃないかな。COD やってるの。そう、やり始めました。でもなんかめちゃくちゃ、怖いけど、未だに全然よく分かってない。続いてるのっていうより、なんか友達がやってる時にしかやってないです。そう、一人ではやらない。やってるうちに楽しくなって余っちゃう。余らないと思う。ありありやすとずっとしてしまいそう。そうなんだ。そう、なんか友達に助けてもらってやってるだけ。なんか100人いて生き残るみたいなのがあって、まあ皆さんの方が詳しいと思いますが、それで友達がめちゃくちゃ強いから、あの最後まで生き残るんです、2人で。すごくないでした。私しかもなんか「ああ何かジェラキルじゃん」って言われるんだけど、「ジェラキルって何？」って言ったら、なんか誰もキルしてない、殺してない、ジェラキルだけど2人で生き残るみたいな。私そう、そう、なんかなんだろうな、うん、ただついていくだけ。あとアンチがってずっと言ってて、何アンチって、何アンチってなんかバーカとか言ってくる人みたいな。安全地帯のアンチだった。聞いたことないよ、アンチ。安全地帯、桜タワー。ダウンさん、誕生日に配信でもいてよかった、プレゼントください。お誕生日なの、おめでとうございます、ダウンさん。桜とはありがとうございます。わっしょいわっしょい。はい、プレゼント。どうぞ。おめでとう。お誕生日おめでとう。そう、みんなもおめでとうって言ってる。おめでとうございます。おめでとうって感覚がね、なんて言うんだろう。おめでとう、なんて言うんだろう、
めでとうにだ。チュカヘ？チュカヘ。ダウン、チュカヘ。チュカヘ。いや、いや。いや。そう、これワンピースです。私が最近よくめちゃくちゃ着てるやつ。安全地帯。なんか時間が、もちろん詳しい方いると思うんですけど、知らない方のためになんか時間がせ、なんか時間が経つとめっちゃ幅広いのに、なんかどんどん活動できるエリアがどんどん減っちゃって、そこのエリアにいないとなんかどんどん命が減ってくんですよ。そう、縁が迫ってくるの。だからやばいやばいやばいって、なんかこのヘリコプターに乗ってって言われて、乗り方わかんないわかんないわかんないって言って、なんか乗せてもらってます、ヘリコプターに。そしたらなんかそう、縁から脱出できる。めっちゃ楽しんでる。え、なんか一人でやると絶対楽しくないんだけど、なんでも人とやると楽しくないですか？それは何でも、何でもそう、一人でたこ焼きパーティーするより、なんかね、友達とたこ焼きパーティーとかした方が楽しいし、ね、七並べもさ、一人じゃなくてみんなとやるから楽しいんじゃんね。ね、そうだよね。動物の森やってない、やりたいんですけど。なんか昨日申し込みして今日抽選だったんですけど、見事に外れました。倍率200倍ぐらいだった。200倍って何？倍率200倍って何って感じ。私が欲しいのはそのソフトじゃなくって、あの それがダウンロードされた限定版のスイッチなんですけど、もうめちゃくちゃ倍率高いんですよ。あ、400超えてて。そうなんだ、400超えてたの。結局私が申し込みした時は200倍だった。うん。で、本当は明日もなんか朝から抽選があるはずだったけど、なんかアクセス殺到で抽選が、抽選じゃ先行販売じゃなく先着販売がなくなったからもう諦めてソフトを買おうかなって思って、ソフトがね、昨日入荷したんですよね。7日にいっぱい入荷したから、まあ、ソフトはあるんですよ。ソフトもなかったけど最近まで、迷ってる。すごくすごく迷ってる私。悩みどころね、悩みどころ。でプレゼントします。ありがとう。でもね、そう、電気製品はねプレゼントできないんですよ。したら皆さん自分で使ってください。うん。迷うということは買うこと多いの。そう、でも私は結局本体が欲しいから、結局限定版のスイッチが欲しいんですよ。だから後々買うから、ダウンロードされてるスイッチを買うけど先にソフト買うのって話。そしたらなんか動物の森2つ持ってることになっちゃう。あつ森ねー、自分はもう待つことにした。え、でもなんか、え、じゃあ今ソフト買うんだったら発売日に買ってよかったよねってなる。この1ヶ月待った意味。別に発売日にソフト買いに行けばいいじゃんって、よかったじゃんって。発売日に買わずに私は抽選で当たるのを待ち続けたので、でもね、次いつ買えるかわからないから、
わかんない、それがもしかしたら1年後とかになるかもしれないし。まあちょっとな、まだ悩んでます。悩み中。私が意を決して、あ、外買いに行こうってなった時になかったので、それは私買う運命じゃないんだって思った。データ映せるんじゃん。データ映せないんです、今はデータ映せないんですよ。なんか後々映せるみたいな話だけど、今は映せないんです。そうだね、巡り合わせだね。娘が集まりやってる。いいパパじゃん。みんな体調大丈夫です。全然、もうなんかめちゃくちゃ元気。お肌の調子もめちゃくちゃ元気です。ファンデーションしてないの今日。お粉をパパパってやっただけ。ちょっとテカリを抑えただけで、ファンデーションなしです。肌ツヤいいね、ありがとうございます。あとは最近なんかあんまり、あごめんなさい、テレビ見てる。ちょっと字幕にしよう、何言ってるか分かんない。字幕、字幕。肩こりは大丈夫。あ、全然肩こりない。あああ、リュウシの影面白かった。面白かった。全部は見れなかったんですけど、途中から見ました。一時の肩こり何やったんやろ。普通に多分疲れとかですよ。移動が多いし、あとは睡眠時間もそんなになかったし、普通に肩こり持ちなので。最近はそんなにめちゃくちゃ忙しいわけじゃないので、普通に何やったんやろっていうより、普通の肩こりです。何もしなかったら肩こりはならないです。じゃあ私は疲れてるのか。そうです、疲れてます。あなたは睡眠は大事。あ、最近睡眠もね、本当に、ね、足りてます、足りてます。今さっきから東京に住む人みたいなテレビ見てて、私は全然東京に住む予定はないんですけど、そう、なんか東京に住むとこんな感じなんだって感じ。なんかここの平均相場とか見て、東京はそんなにするんだって見てる。東京に住んでみたいな。みんなそうなんだ。私は別に住みたくないよ。東京に住む予定じゃなかったけど住んでる人。ああ、まあね、お仕事してたらね、どうなるか分かんないですからね。自分の意思じゃなく。広島に住みたいです。めちゃくちゃいいところですよ、広島。おいでませ。住まない方がいいと思う。まあでも住まない方がいいことはないと思いますけど、それは東京に住んでる人に失礼だし。広島で由美子と住みたいね。おいで。全然私ね、一人で寂しいから、ぜひ来てください。
材適所、そうだね、適材適所だね。家賃も半分払うからそれは助かる、それは助かる。東京もいいところだね。東京はいいところですよね、普通に。落ち着いたら下関に観光に行きたい。いいところですよ、下関。いいところですよ。カラト市場いいね。カラト市場、服食べたい。いいね、服食べたいです。今どこ住みなんです？私は今広島に住んでます。広島県。最近寝るので涙袋がある。私なんか書かなくても、あと二重がそこそこあるかな。奥二重気味なんですけど、いつもそこそこありますね。顔がすっきりしてる、ありがとう。目が好きよ、ありがとう。いつも元気をありがとう。いいえいいえ、会えてないからね。でも明日学校だけどユミリン優先。それはね、学校優先してください。せっかくあるんだから、学校がね。目が大きいのが好き。ありがとうございます。なんかでもチャームポイントかな、それは。なんかよくチャームポイントで聞かれた時に、チャームポイントあそこですっていう。広島って何ありますか？いっぱいあるいっぱいあるし、いい感じで、いい意味でないです。私はいっぱいありすぎるのが好きじゃないから。宮島とかあるし、観光スポットだと。あと平和についてたくさん学習できますし、あとはいっぱいあります。山口は何が、錦帯橋がある、秋吉堂、カルスト大地、秋吉大野、のあとは元の隅神社、唐戸市場、いっぱいあります。他にもその他大勢。あ、何があるかわからないかな。どこに置いたっけな、どこに置いたっけな。あ、あった。あ、ちょっと違うやつ、これは私が探してたやつがあった。ずっと今日帰ってからあった。どこにいたっけな、これしかない。スティールウォーカーにたくさん乗ってるので、ぜひお買い求めください。今日新幹線に乗ったんですけど、乗って帰ってきたんですけど、広島駅の新幹線口の方の、まあ、新しくセブンができてて、まあ、それはいいんですけど、の横にある本屋さんにめちゃくちゃありました。 ST ウォーカーめっちゃ積んであった。
なんか割とみんなないない言ってたイメージだったから、え、めっちゃあんじゃんってあったよ。あった。ファンレター書き終わった。嬉しい。じゃあ楽しみにしてます。そう、本屋さんでポストカード違うんです。なんか、なんか生写真なんちゃらだったとか言ってる人いますけど、いや、何入ってるか決まってますから、あれランダムじゃないんで、買うお店でね、ポストカードが何ついてるか、あとはついてないか決まってるので、もう買う前からあれランダムじゃないので。そう、なんかツイッターの返信でなんか、ゆみりんだった、何々ちゃんがよかったのにとか言ってた人いたけど、いや、だってそこで買うと私だからだって、でもごめんなさい、何々ちゃんがどこそこで買えばいい、 あるんだけどなって思ってた。あ、キャラアニはランダムだもんね。そっか、じゃあその人はキャラアニで買ったのかな、もしかしたら。そうかもしれない。写真ついてこなかった。それはね、なんかね、お店によって、ここのお店は写真が、この子の写真がついてますとかが表示されてないところは基本的に生写真はついてないです、ポストカードは。なので、もしポストカード欲しいなって思ったら、ちょっと検索してみて、あ、ここの本屋さんに、ここの系列の本屋さんに、あ、売ってるなとか、ぜひ検索してみてください。数に限りがあるそうです。数に限りがあるそうです。数に限りがございます。ポストカード嬉しかった。嬉しい、そうやってもらって。本当に早め、そうだね、でも早めにだけど、無理はせず、はい、無理はせず買えるときに買ってくれたら嬉しいです。ポストカードついてなかったからもう一つ買おうかな。お、やったやったー。じゃあ2冊家に置けるね。立て出すやつと表紙見せるやつと2個ありますね。やったねー。なりました。メール見てやったら本当にやりたいました。七並べありがとう、やってくれて七並べありがとう、ありがとう。本当にね、全然ね、当たんない、自分が。でもまだ8日なんだよね、言うて、まだ4月の8日なの、まだ、だからまだ焦る時じゃない、まだ焦る時じゃない、まだ全然コイン貯めれるので、全然焦ってないよ、当たんないな、出ないなぐらいしか思ってない、まだまだ前半過ぎね。そうだって、めちゃくちゃ七並びやってるから、なんかもうちょっとなんだろう、そろそろガチャ変わるかなとか思ったら、まだ8日なのってなる。めちゃくちゃ七並びやってる、移動中とかも含め、お休みの日とか、笑顔可愛いですね、ありがとう。早打ちイベのうちにコイン貯めなきゃな。そうだね、早打ちイベのうちに、この間友達とやってて、七並びを、友達が七並びのアプリを入れてくれて、一緒にやってくれてて、あ、もう私がもうさよならしないといけない時間になって、
あってあと1回でパラダイスなのにとか言ってて、でももうハート回復あと1時間後とかになっちゃうかな。まあじゃあまた会った時とかにね、またしようねって、それでパラダイスになったらいいねって言ってたら、いや今日のうちにパラダイスにしたいってハート買ってた結局パラダイスになったんですけど、うん、ハートを買ってました私の友達が、かありがとうございますって言ってじゃあしましょうかってパラダイスの何回だっけな、20、25回とかかな、めちゃくちゃずっとでもやってた、いるうちに1時間経ったはい調べって2回ずつやってた、あ20回か失礼しました、パラダイスさん20回だそうです、20回。でももう私のパラダイス持ってる人も結構いますよね、うん、結構いる、少しでパラダイスで、おじゃあ頑張ってください、パラダイスまた2回頑張ってください、うーん1回で奇跡頑張ろう、そう私結構やってるんで、うん、結構やってます、あえて狙わずに運命信じて、まあ、それが一番いいよね、なんだろうな、よくかんや、なんだろうな、うん、そう、あもしかしてこの時間やってるかもとかでポチってやって、あ当たったってなった方がなんかね、運命共同体って感じ、時計広場に行ってまた電車に乗ったかな、ドラマのロケ地行くと湧くね、湧くよね、うん、13時です、1時には行けなかったんですけど4時ぐらいに行ったんですけど、でも行きました、残念ながら、まあだってつくしちゃんも行ったの1時じゃないし、うん、でも雨は降ってなかったです、私が一番行きたいのはあの花沢類とが、花沢類なのかな、え、なんかめっちゃイチョウ並木の道、めっちゃ最終回で花沢類があの女の子にバイオリンをあげるんですけど、その通りがあって、どこなんだろうな、多分そこだと思います、神宮あたりか、どこだっけなって調べたけど忘れちゃった、そこに行きたいな、あれは秋に行きたいのでまだあと半年後、あと半年後に行きます、で半年後に行けなくて多分来年行くとか言ってる、多分そこは行きたい、そんな感じでなんかロケ地巡りとかすごくミーハーなんで したいですね、考えるとなんかね、いろいろ落ち着いたら ST48 号にも来てもらって、出航の MV だったり大好きな人の MV だったりの MV 跡地みたいな感じで見に来てほしいし、尾道とかも来てほしいし、瀬戸内にいっぱい来てほしいです、聖地巡りはみんな大好き、まあそうだよね、どこに、あーあとは君の名はの階段に行きたい、めっちゃ今更なのかもしれないけど、あの三葉と滝くんがすれ違う階段に行きたい、でもあれ見た時はこんなに東京に行くとは思ってなかったから、まあ
行きたいとは思わなかった、正直。東京かじゃあいいやって感じだったけど、ね、こんなに東京に行くんだったら、なんか行った時にね、いつか行ってみたいですね。なんかこうやってどこか行けない時にっていろいろ行きたい場所が見つかるじゃないですか。だからそれ全部メモして、いざ行けるってなったら、なんかどこにも行けるっていう状況になったら、行きたい場所って案外思いつかないです。私たまに東京で1日お休みの日とかたまにあるんですよ。その前の日の仕事、東京でのお仕事が遅くに終わって、でも次の日のお仕事が朝早くからあるから、一回広島に帰れないから、帰るとしたら日帰りでまた来ないといけないってなっちゃうから、東京で一日お休みっていう時がたまにあるんですけど、え？これは私どうしたらいいの？ってなります。でも忙しい時に限って、うわー私ここにめっちゃ行きたいとかなんかなるんですけど、今多分それだと思う。私めっちゃここに行きたいの時期だと思うので、とりあえず花壇のロケ地に行きたい、君の名はの階段に行きたいそれは思います。うん、皆さんの家には行かないの？あ、行きます。それはもう行く、行く。行きたい場所リスト作っておくといいね。そうなんです、作っておくといいんだけどね。大宮の鉄泊、うーん、そうだよね。大宮の鉄泊行きたい。一回行ったけど仕事でしか行ってないから本当に行きたいんだけど、なんか最近でもないかな、大宮の近くに行くことがあって、博物館に行きたかったんですけど、まあやってないし今の時期だから、またいろいろ落ち着いたら行こうって思いました。そう、大宮にあるんですよ鉄道博物館が。鉄道イベもあったら行きたい。ぜひぜひお待ちしてます。またあったらいいね。京都鉄博もまた来て、もちろん行きます。私の 相方が私の恋人がいるので、京都の鉄道博物館には今はキティちゃんにこうチェンジしてますが、今は可愛くラッピングされてます。500系、深い恋人やな。もうでも家族みたいなもんですかね、同い年ですし。彼氏のこと相方っていう人、いや500系は相方恋人、彼氏はもう皆さんですよね俺ですよ、俺私僕あははね、あははね、毎日ねメール送ってるじゃないですか、おはようって。あなただけですよ、あなただけですよメール送ってるのは。よし、これでいい、これでいいですよね。はい、はーい。名前入ってるもん。そう、名前入ってるもん。毎朝送ってるよ。ここでは名前言えないけど、ここでは名前言えないけど送ってるよ毎日。久々にショールーム見れてありがとうございます。ありがとう。挨拶して100点満点やったー。ちょっとね慣れてきた最近、アイドルに、アイドルが言いそうなことっていうか、最近慣れてきました。
あれ一人一人送って、え、そうだよ、あれ一人一人送ってるよ。ユミンのメールのフォルダは彼女にしてます。嬉しい、ありがとう、ありがとう。ムカつく時にもまめ見ると冷静になる。ありがとうございます。なんかそうやって言ってもらうとね、メール送っててよかったってなります。なんかあのちょっと忙しくて、あ、メール送れないって時とかも、なんかメール見て癒されてますとか、仕事の疲れが取れますとか言われたら、明日もメール送ろうってなる。全部保存してる。ありがとう。1日5通でした。1日7通送ってます。7通。ユミンの写メ周りに見せると絶対可愛いって言われる。まあそれは可愛いって言うしかなくないですか。この子可愛くないって言われて、可愛いって、可愛いってなるよね。そうそう、ネタ切れが心配。あ、うん、でもなんかメールってその日あったこととか、その日感じたこととかを書いてるので、別になんか、ネタは切れないかな。生きてたらネタはたくさんあるので、そうですね。外出できないとネタなくなりますよ。あ、そうだね。でもなんだろう、お仕事はあるので意外とお仕事してます。まあでもなんか、なんだろうな、乗せれない仕事が続いた時にはどうしようってなることはあるかな。まだ解禁できない仕事をいっぱいした時に、なんかこの写真も載せれない、あ、この写真も載せれない、あ、どうしようってなる。手だけとか、まあそうだね。でもそういう時は大体手だけとか送ってるかも。そういうなんか、なんかバレない程度の写真、ギリギリのラインを攻める感じ、バレるかバレないかの。ショールームとメールが支えです。ありがとう、ありがとう。あんこ送ってきたらネタ切れとかある？ない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 。あんこ送るときは、まあ、実家に帰ったときか、あと最近送ったのは、あの会いたいってときに、ちょうどなんかお母さんとお姉ちゃんと弟からめちゃくちゃあんこの写真が来たので載せました。おすすわけ。お姉ちゃんも弟もタピオカカメラの11なんです。だからめちゃくちゃ画質がよくって、弟とじゃれてる写真とかめちゃくちゃあったんですけど、それはさすがにね送れないから、あんこ単体のやつをパッて押すわけって。鉄の写真とかも載ってるの。そうですね、載せます。これ載ったよとか載せるときはありますね。ただあんまり最近はこう外の写真は、外にそんなにプライベートでは出れないので最近は少ないかな。ユミンとあんこのツーショット好き、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。弟の写真を載せるとき顔隠してますか？顔隠してる。なんか何回か載せたことあるよね、弟との写真顔隠して。最近はないけど、やっぱり乗るの7号車。あの仕事で乗るときは自分でチケットは取ってないので選べない。何号車とかはチケットもらってから分かります。ユミン花粉症です。花粉症、私花粉症でも最近落ち着いてきた。花粉症だから杉かな。最近はちょっと落ち着いてきた。ゆみあんこ好きすぎて職場のログイン ID ゆみあんこにした。ありがとう、ゆみあんこ。じゃあ、ゆみあんこ。
顔タイプありがとうございます。キャンキャン見て友達が STU に興味持ってくれて、嬉しい、それはめちゃくちゃ嬉しい、嬉しいな、ありがとうございます。今ヒノキがピークだし、あ、そうなんだ。私じゃあんまりヒノキは ないかも。 JJ が可愛かった、ありがとうございます。 JJ ネット載ってるのでぜひ見てください。わかんないよって人は私ツイッターでリツイートしてるんで。どのジップが一番好きだった？でも全部好きだったな。ちょっと載せたいんですけど、なんか載せて、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな。ちょっと聞いてみます。うん、ちょっと聞いてみます。今日のショールームアイスも可愛い、ありがとう、ありがとう。あ、全然著作権とかではないですよ。違います。リップの間で雰囲気すごく変わるんですね。ほんとそうなの、リップって大切だから。うん、大切。 JJ も雑誌で乗りたいより。そうだね、皆さんよろしくお願いします。滝野が JJ 雑誌に乗れるようによろしくお願いします。お手紙書いても届くかな。公演ないから受け取れない。いや、公演ないからはねあんまり関係ないですよ。うん、受け取れると思います。そんな公演がないから受け取れないはないかな。うん、そうだね、お手紙だったら話せるもんね。また受け取りに行きます。でも最近を一気に受け取ったから今はないよって言われそう。ちょっと聞いてみよう明日お仕事の時に。あ、でも明日受け取りに行けるかも、ちょうどそこの場所に行くので夕方とかに、わかんないけど、うん、なのでちょっと聞いてみる。取るやつありますかって。お手紙の内容考えてやるしかも楽しい。そうだよね、どこにプレゼント送るの。詳しくは STU プレゼントで検索した、多分公式ホームページの住所が出てくると思います。検索してみてください。お手紙の内容考えてやるしかも楽しい。そうだよね、あとはなんか封筒選ぶのも楽しいですよね。わかりみ、どうとか、なんか何のシール貼ろうかなとか。お手紙書き直すね、ありがとうございます。封筒はめっちゃ厳選してしまう。わかる、私もね、なんかお友達とかにお手紙書くときとかめっちゃね、もうめっちゃ封筒から便箋から凝ります。どれにしようかな、お誕生日とかのカードとか、うん、何にしようかなってなる。うん、この間書こうかなと思ってた。大沢ぜひお待ちしてます。お手紙、お手紙は外国語でも来ますか。あー、来るけど、なんだろうな、
頑張って日本語で書いてくれてたりとかする時もあるし、あとは、うん、自分で調べるかな、分かんない単語あったら、あ、なんかどこだっけ、タイかな、タイの方とかくれる、タイから。ミラクリッとしてて可愛い、ありがとうございます。外国からわざわざ書いてくれるのよ、本当にすごい嬉しい。とか大体そういう人ってでもショールーム見てるよって書いてくれるから、ショールーム最強ってなる。ありがとう、届いてるよ手紙、サンキュー、カムサムイダン、サンキューシェン。ショールーム見出してからイミリにハマってった。嬉しい。そうだよね、なんか握手会とかでも、うん、言われる、ショールーム見てきましたって。メルシー、こんばんは、ヨロヨロヨロ。この前夢にユミリンが出てくれて幸せだった。嬉しい、それは幸せ、夢で会えて嬉しい。ユミリン元気、私は元気です、めちゃくちゃありがとう、元気です。茨城弁で手紙書きます。ありがとう。なんか私の友達の子で静岡の子がいるんだけど、静岡の人いますか？私静岡弁って初めて聞いたんだけど、そこで石川の子もいて、石川弁もね、なんか友達にが喋っててってな、なるだもんでっていう、そうなんかそうそう、だらなんだっけな、石川の子はなんて言ってたっけな。静岡はちびまる子ちゃんが話してるやつなの。石川弁ってあんまり聞いたことない。本当に石川の子もね、割とね結構なまってる感じ、うん、山口弁とか、あ、山口弁ありますよ、なんとかしちょるとか。このショールームがたまん、たったたまん、うん、かな、なんとかしちょるよ、ちょ、あ、そうだよ、あと何しとる、そうしちょる、そう好きな、そう、うん、あ、ブチ、そうだね、ブチかわいい、ブチ嬉しい。うちの足より、そうだね、香川もね私混じってるので、讃岐弁も、香川と山口のハーフなんで。夕食は何食べた、夕食は私めちゃくちゃ最近最近すごい自炊ってほどじゃないけど、なんか自炊するんですよで、あの、でも極力糖分とかカロリーを取りたくないなと思って、なんかだから
最近豚肉を買ってきて200円300円分ぐらいで、お湯沸騰させてドボンってしゃぶしゃぶして水切ってあげて塩コショウかけて食べてます。めちゃくちゃヘルシーじゃないですかごまだれ、そう、私ごまだれがめちゃくちゃ好きなんですよ。しゃぶしゃぶといえばごまだれなんだけど、ごまだれはねちょっとね、うん、我慢してます。塩コショウでしゃぶしゃぶサラダ、そう、豚しゃぶサラダのサラダ抜きめちゃくちゃ簡単な自炊ですけど、簡単だしヘルシーだし、なんか一石二鳥な感じ、ウィンウィン、ウィンウィンな関係、手間もかからない、美味しい、一石三鳥だ、手間かからない、美味しい、カロリーオフ、はい、最高。ごまだれは糖質少ないだし、本当に、でも少ないって言っても、なんだろう、かけるのとかけないのだったら絶対かけない方が少ないので、塩コショウで食べてます。片付け楽でもね、意外とね、なんかあんま料理しない身としては、あのしゃぶしゃぶしてたらアクが出てくるからそれを取るんですけど、アクをペッて流しにしてるんだけど、だから流しをきれいにしないといけないのがちょっといつもめんどくさい。あー、アク取るかな。あとはそのお湯ペーってしてた時もアクがもちろんあるので、その流しを掃除しないといけないのがちょっと大変です。なんか最近公園とかがないくって、あんまり動いてない分あんまり食べてないので、うん、なんかいいかも、うん、めちゃくちゃお腹が空いて、あーパスタってなんない、なんかどうしようかな、豚しゃぶにしよう今日もみたいな、うん、フィットネスゲームはね、ちょっとこの後しようかなって思ってます。久しぶりに、だってスイッチあるし、せっかくかりんの妹のがあるし、最近ねスイッチ買えないんだよね、スイッチ自体が。あとは、うん、ビクトリー聞きたい、ちょっとショールも終ってからやります、残念ながら。そう、私同じもの食べてもね飽きない人なんです、全然毎日カレーとかいけちゃう。そうだね、リングフィットネスも最近なかなか手に入らないみたいですね。発売してすぐ買いました私は。うーん、スイッチ買おうかな、今買えないですよ私も含め、R1 飲んでる、今日も飲んだ R1、 毎日飲んでる。うーん、スイッチ以外のゲームないの。うーん、私基本的にあんまりゲームを買わないので、スイッチを始めたのも本当に久しぶりにゲームを買うって感じ。もうそれ以外はもうずっと七並べなので、うん、ひたすら COD やろう。一人ではやらない私、友達とだったらやるけど、一人ではやらない。
ゲーム何買いたい？あつ森。あつ森がやりたいです。COD はスマホでやって、あ、スマホでやってます。アプリであるんでそれでやってます。最近っていうかちょっとずつちゃんと歩けるようになってきました。あれめちゃくちゃ難しくって、左手でなんか進む向きを操作して、右手で向く方向を決めるんだけど、そう歩けないの普通にね。ゲームやったことない人はね、あれ歩けない歩けない。だって人間ってこう向いてこう歩くけど、あれはこう歩くのと、なんて言ったらいいの、だからなんかなんて言ったらいいんだろうな、めちゃくちゃ難しい。歩くのがまっすぐ歩くのが難しい曲がりきれないしみたいな感じ。あ、そう、十字ボタンとかじゃない全然。だって前に進んで横に進むじゃん。横に進んでも横を向かないと横には向けないの。なんか自分でやってる意味わかんないのはわかるんだけど、伝わって横に進んでも横を向くをやんないと、このまま横に進むこと、前を向いたまま横に進むことになっちゃうので、こっからバーンって打たれるみたいな感じすごい力。難しいってことは伝わってください。最近なんかこうできたり、その みんなが一回荒野行動にハマった時に一緒に何回かやったんですけど、その時に私歩けなくって、なんかゆらちゃんとかやったのかな、がめちゃくちゃ上手で、みちとかもやってたかな。うん、みんな上手に歩くなって。あとは最近物を乗り越えれるようになった。なんか乗り越えるみたいなボタンを押しながら前に行くと、一定の高さだったら乗り越えたり乗れたりするのね。なるほどねって感じ。あ、ふーちゃんもうまそう。確かにうまそう。しゃがむのね。あれ、しゃがんだらどうなるの？なんかしゃがむ、ほふく前進みたいなボタンがあるんだけど、あれは何？ほふく前進したらどうなるの？敵に見つかりにくいの？へー、あ、そうなんだ。見つかりにくくなるんだ。へー、ありがとうございます。上級者の技、しゃがみ打ち。へえ、あ、そうなんだ。あ、ブレにくいの？足音がちっちゃくなる。へえ、あ、よく言ってる友達も足音が近づいてきたって。知らないよ。だってなんか自分の足音するじゃん、あれって。しない？自分の足音するよね、自分で歩いてたら。だからなんか足音すると思ったら、なんか自分の足音だったこんな感じで私は七のライブが向いてます一番、うん、明日も七並べ、一緒に七並べしようね。なんだっけな、明日映画行くって言ったじゃないですかじゃあ一緒に七並べしましょうねみたいなやつだったよね。かわいいってかわいくないです別にかわいいは求めてないです。ありがとう、でもかわいいって言ってくれてありがとうございます。ありがとうございます CM 変えたいね、本当に変えたい。まあ、今月は CM ないんですけど、
あの CM なんか恥ずかしそうだよね。もう見てる方が恥ずかしいよね、あれ。本当に思う、うん、見てる方もかわいそう。あ、今日はずっと室内で付き合ってくださいねか。そっかそっか。いや次でも今撮ったら、まあ今撮れないと思うけど、今はメモバッチリで、いや、いつもよりは、いつもよりね、涙袋もあって、まあ割と顔もずっと最近にしてはしてるので体調も万全だし、今撮りたいですね。テレビで見たらテンション上がる。そうだよね。でも私実は自分の CM をまだテレビで一回も見たことがなくって、うーん、なので見たいです。他のコーンはね、見たことある。東京とかで見るのかな、一人でこうやってこうやってたら STU48 の七並べってやってるってなるテレビでやってるの、あ、テレビでやってますよ、あれ。テレビでやるためのだって CM ですから、やってます。あ、今中国電力流れたよ。え、嬉しい、ありがとう。ゆみにはイデアル島田さんに会ったこと、あ、はい、2回ぐらいお会いしたことあるのかな。あります、お会いしたこと。あのまんまの方です、島田さん。島田さんが放送時間をツイートしてくれてる。そうそうそう、島田さんがツイートしてくれてます。あと私のお気に入り欄にもあるかな。なのでぜひ気になった方は島田さんのツイッターへ。じゃん、エイプリルフールのやつ面白かったね。面白かった、さすが島田さん。うん、島田さんアイコン欲しかったね。もうだ、そしたら誰が本人か分かんなくなっちゃう、ね、うん、なんかこう見ると私髪伸びたな気がするな。もうちょっと切りたい。もうちょっと切りたいな。あとね、あとこんぐらい切りたいかも。どう、こんぐらいなら大丈夫ですか、皆さんどう思いますか。このぐらい、このぐらいかな、このぐらい、このぐらい切りたい。いい、いい感じ。あ、本当に。じゃあちょっといろいろ落ち着いて切りに行けたら切りに行きます。あとはいろいろ許可が下りたら切りに行きます。ロングが好きな方、昔の写真をたくさん見てください。どんな髪型でも可愛い。ありがとう、ありがとう。仮に私じゃなかったとして、別に私の話とかじゃなくって、皆さんはロング派ですかショート派ですか。まあ、その子に合ったやつが結構一番いいのかもしれないけど、どの子とか関係なく、好きな女性のタイプはとか聞かれた時に、女性はロング派ですかショート派ですかって誰かに聞かれた時どうやって答える。あ、ロング、ロング、ショート、ボブ、ショート、ちょっと聞いてみよう。はい、1ロング、2ショート、ごめん2択です。その他の人はちょっとお休みで。1ロング、2ショート、あなたの好きな女性のタイプは。1ロング、2ショート、全然私がとかじゃなくって、なんか一般的に、一般的に私は関係なく。ちなみに私はそのアンケート結果によって髪型を変える予定もないです。はい、ないですロングとかショート、どっちかで言ったらって感じ。そのボブとかあるかもしれないけど、その間セミロングとかも
かもしれないけど、強いて言う、強いて言えない人はちょっと今はじゃあ投票結果を、投票せずに一緒に投票結果を見ましょう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。おー、結構半々なんだ。でもちょっとだけ 54%、 54.6% でロングが多いんだ。へー、結構結構僅差だ。もうちょっとなんか 7-3 ぐらいで分かれるかと思ってた。ショートでくくってるとキュンってする。へー、もっとロングが多いと思ってた。ショート多いと多いかと思ってた。すごい、どっちの意見もねあるということで。へー、ちなみに私はなんだろうな、なんか時と場合によります。例えば私はまあ花壇の牧野つくしちゃんが好きだし、あの恋空のミカちゃんが好きだし、君に届けの黒沼沢子ちゃんが好きなので、その時期は黒髪ロングのストレートのがめちゃくちゃもう爆発的に最強だと思ってました。でもなんかこのぐらいの女の子とかを見ると、めっちゃ可愛い子とか見ると、え、待って、私髪短くしたいってなるし、結構なんか人に影響される感じかな。とかナナさんとか見ると、うわ、もうショートジュース最強ってなるし、人を見て自分のなんか好みが旬が分かれるかな。三つ編みが一番好き。素敵。ベリーショーが好き。いいね、ベリーショーと。葵ちゃんもいい。本当にそれな、それなしでって言ったじゃない。まあそうだね。でもだからそれはなしの人は投票しないでくださいって言った。私はかな。今聞かれると、今自分がしたいのはショートだけど、ロング、あ、でもな、なんか奈々さんがパッと出てくるから、やっぱショートなのかな。私はショートが好きなのかな。確かに生駒さんもねショートだよね。私は最近は髪を短くしたい、短い方が好きなのかな最近は。でもあの確かにこのボブぐらいの髪の長さの女性を見ると、その長さいいってなるから、そうなのかもしれない最近の私の好みは。でもミルさんとか見ると、ミルルンさんとか見ると、あ、ロングかわいいってなるな。うん、髪型で好きになったことはない。まあそうだよね、それは言えてる。私も髪型で好きになったことはない。好き、そのなんだろうな、ミルさんとか、私ミルさんめちゃくちゃ好きなんですけど、がロングだからロングが好きとか、そんな感じ。つくしちゃんがロングだからロングが好きとか、ナナさんがショートだからショートが好きみたいな感じ。有村架純さんもショート似合うから、エミリーも似合う。ああ、ありがとうございます。有村架純さんのお姉さんが今私よりちょっと短いぐらいの、こんぐらいなんですけど、にしたかったの私は。めちゃくちゃ好きで、だからもうちょっと切りたかった。ないものねだりだけどね。もうそんなこと言ったらもうどんどん切っていっちゃって、多分切って切り終わった頃に、ああロングにしたいってなるんだろうなって思う。うん、あと私癖なので、結構ね根元がすぐ浮いちゃう人なんですよ。だからね、あんまり髪短すぎると、髪長かったら髪の重さでちょっとね、なんか頭の上すっきりしたりとかするんだけど、あとはこう髪結んだりとかするから
いいんだけど、アイロンとかしたり。あまり髪短すぎるとね、ちょっとね、ちょっと大変なんですよ。根元が浮きやすいので、ちょっと癖毛。あ、橋本七海さんね、素敵ですよね。切りたいかな。あ、そろそろ時間ですね。13位、水さん、配信見れてよかった。肩こり治りそうです、本当に。肩ポン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 、ありがとうございます。水さん、お疲れ様です。12位、テリーピーさん、ユミリメールで自宅待機も、でもほっこりほっこり、明日も送ります、ほっこりメール、ありがとうございます。11位、杉谷さん、今日配信できるかもって連絡あると、いつもワクワク文字数、あ、ワクワだ、ワクワク、明日もね、きっと配信ができるのでワクワクしててください、ありがとうございます。10位、ハリミーさん、滝の美子、神推し、ありがとうございます、神推し。9位、としきさん、今日と一昨日七並べ対戦ありがとう、また対戦しようのね、たくさん七並べしてくれててありがとうございます。また今日と一昨日ということは、じゃあ明日かな、ありがとうございます。8位が鳥海浩二さん、また会える日まで健康第一、本当に健康第一です。会えるってなってね、健康じゃないと会えないので健康第一で、ありがとうございます。6位、ヤキンドさん、超圧倒的ユミリ不足で、ショールームとかね、メールとか SNS でたくさん会いましょう、ありがとうございます。5位、ゴーセブンさん、配信ありがたきの今一番の癒しだよ、ありがとうございます。癒せるように頑張ります、ありがとう。4位、ファルコンさん、ユミリンのハピネス、ありがたきのー、ありがたきのー、すごいハピネス、いつもね、ありがとうございます、私のカードでやってくれてて、たくさん当たりましょう、ありがとうございます。3位、コーラさん、最近気づいた、ユミリンはコーラの心の中にいつもいます、ズッキュン、じゃあいつも心の中で会いましょう、いつも一緒、ありがとうございます。2位がゆうちゃん、アイリストさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございました、お城タワーありがとうございます、ゆうちゃん。そして第1位がダンさん、初握手から1年と2日か、最初から変わらず大好きじゃけん、わー嬉しい、ありがとう、大好きじゃけん、お誕生日おめでとうございます、おめでとう。あ、飛ばしたって噂が、7位飛んだ、本当に申し訳ない。7位、スランプくんさん、今日もときめくずピエン、でも配信でときめいてる。7位、ごめんなさい飛ばしちゃって、スランプくんさん、ありがとう、ありがとう、スランプくんさん、7位でした、ありがとう。久しぶりの配信になってしまいましたが、皆さん健康第一で、私も健康第一で頑張りますね、本当にそれが一番です、何よりも大切。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ユミリン、おやすみなさい。おやすみなさい。